日本はおかしい。日々の生活の中で皆さんが住んでいる町の環境について深く考える機会はありますか？夜になって急に必要なものがあってコンビニエンスストアに駆け込んだり、電車の中でふと眠りに落ちたりすることは私たちにとっては普通のことかもしれません。しかしこのような日常生活が可能なのは私たちが日本にいるからこそです。この点に関してある外国人学生の日本での体験が多くの人々の関心を集めています。その学生の名前はヘンリーで、オーストラリアの首都キャンベラに住む大学生です。彼が日本で見たものとは一体何だったのでしょうか？今回私たちはヘンリーの体験を通じて外国から見た日本の環境について詳しく探ってみることにしました。早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。国際学部を専攻しているヘンリーは、異文化や経済情勢に関する卒業論文のために情報を集めていた時、友人から世界各国のエネルギー事情を一目で理解できると言われ、写真を見せられました。それは宇宙から撮影された世界の夜景を捉えたものでした。ヘンリーがその写真から受け取った印象について彼は次のように述べています。その写真は非常に興味深かったんだ。人が生活している地域ほど明るく、逆に人が住んでいない地域ほど暗く写っていた。私の住むオーストラリアでもキャンベラやシドニーのような大都市は非常に明るいが、その他のほとんどの地域は暗く、海との境界線さえも判別がつかないほどだよ。オーストラリアは経済的には安定していますが、広大な土地には降雨量が少なく、農業に適した土地も限られています。その結果、人々は自然に恵まれた沿岸部や河川の流域に集中して生活しており、国土の 95% が人の住まない地域となっています。しかし経済発展を遂げているインドや欧米諸国は、地域による違いはあるものの、全体としては非常に明るく、この点にヘンリーは大きな関心を寄せました。そしてヘンリーの目はアジアの国々、特に私たちの日本に向けられました。彼が日本の夜景について語った言葉は深い印象を与えます。アジアの国々を見比べてみると、日本の国の輪郭だけが明瞭にわかるのが印象的だった。中国や他の国々では明るい地域と暗い地域がはっきり分かれているけど、日本はわずかな明るさの差はあるものの、全体として均等に明るい。韓国も全体的には明るいけど、その光の強さは日本とは異なる。これらの国々も経済的には決して悪くないはずだけど、このような違いを目の当たりにすると日本の経済力がどれほど強いかを感じる。もちろん写真はあくまで一つの指標に過ぎないけど、この写真を見てなぜ日本がこれほどまでに成長を遂げることができたのか、この輝く島国に対して強い興味を抱くようになったんだ。このようにして日本に強い関心を持つようになったヘンリーは、中国、韓国、そして日本へと実地調査を行うことを決意しました。大学の長期休暇を前に、ヘンリーは夜景の写真だけでなく実際の経済情勢を自らの目で見る決意を固めました。約1ヶ月後、彼は中国の首都北京にある国際空港に足を踏み入れました。この空港が中国を象徴するものだと聞いていたヘンリーは、その広さと美しさに感銘を受けました。また空港を出て広がる北京の街並みにも彼は悪い印象を持つことはありませんでした。タクシーで市内を巡ってみると、高層ビルが林立しており、キャンベラと比べても北京の方が圧倒的にビルの数が多いように感じた。街を歩く人々は高級なスーツに身を包み、手にはスマートフォンを持っており、キャッシュレス決済の普及も目についた。夜景の写真で見る北京や上海の輝きはこの地の発展を如実に示している。しかし中国がこのような発展を遂げた背景には何があったのでしょうか？ヘンリーが調査した結果、トウ小平による1978年の改革開放政策が重要な転換点であることが分かりました。改革前の中国は経済が停滞し、大躍進政策や文化大革命といった試みが失敗に終わり、経済は深刻な疲弊状態にありました。しかし鄧小平が打ち出したこの政策は、工業、農業、科学技術、国防の近代化を目指し、
農業の障害となっていた人民公社の解体、社会主義経済の確立、外資の導入を目的とした経済特区の設立などを行いました。この結果、中国は世界の工場としての地位を確立し、経済は飛躍的に発展しました。実際に改革開放政策実施直後の国民1人当たりの GDP は313ドルだったものが、2015年には約8100ドルへと成長しました。これにより中国の都市部は先進国に匹敵するほどの豊かな社会へと変貌しました。都市部の調査を終えたヘンリーは、次なる目的地へと向かうためバスに乗り換えました。北京から約70分のバスの旅の後、彼の前に現れたのはレンガで作られた壮大な万里の長城でした。周辺には都会の要素が一切なく、自然豊かな山々に囲まれたこの長い城壁は、訪れる人々に圧倒的な存在感を与えていました。万里の長城は世界遺産であるため、夜には照明がなく、この地域はおそらく真っ暗になるのだろうと考えながら、ヘンリーは宿泊先のホテルへ向かいました。旅の途中、ヘンリーは都市部と地方の間に広がる深刻な格差を身をもって感じたそうです。ホテルへ向かう道すがら、街灯一つない暗闇の中、未舗装の道を歩くことになった。実際、私が宿泊予定だったホテルはよりによって民宿に近い雰囲気だった。確かに万里の長城の壮大さは感じられたが、同時に深刻な社会的格差を目の当たりにした。ホテルに着いた後、ヘンリーは他の旅行者やスタッフと交流し、中国の経済状況についてさらに詳しく知ることができました。しかしその中で、彼は驚くべき事実を耳にしました。万里の長城を訪れるためにはホテルから歩いて行けると他の観光客に話していたところ、スタッフが急いで注意しに来たのです。この周辺は観光客を狙ったひったくりが多発しており、一人で歩くことは非常に危険です。街灯が少なく、夜は特に襲われやすいため、どんなに距離が近くてもタクシーやバスの利用をお勧めしますと念を押されました。この忠告を受けたヘンリーは、危険を犯してしまった自身の行動に戒律を覚えました。この辺りは比較的安全な方だと言われたが、もっと田舎に行けば生活に困窮する人々が多く、夜道での襲撃のリスクも高まるという。私は中国の地方の地域では観光客らしい服装で夜に外を歩かない方が良いという重要な教訓を得た。さらにヘンリーはスタッフから、中国の田舎には今も古い風習や文化が色濃く残る地域が多く存在することを教えられました。地域によっては同じ中国人同士でも言葉が通じないほど文化的な違いがあるというのです。旅を通じてヘンリーは中国の様々な地域で目の当たりにした食文化の多様性に驚かされました。特に一部の地方では虫を食べる習慣が根強く残っており、さらに犬、猫、ネズミといった動物を食材として用いる地域もあることが彼には新鮮な驚きでした。驚きはそれだけにとどまらず、彼は地域によっては舗装された道路や街灯はおろか、扉や壁さえもない、ただの穴が並ぶトイレを使う地域の存在を知り、さらに深い驚きを隠せませんでした。彼が宇宙からの写真で目にした中国の明るい部分と暗い部分のはっきりした分離は、都市部と地方の間の格差の大きさを象徴しているように感じられ、これぞまさにカルチャーショックという感覚が彼に強く印象付けられました。この一連の体験から、ヘンリーはもともと計画していた田舎へのさらなる訪問を見送るという決断を下しました。その代わりに彼は次なる目的地である韓国への旅を続けることにしました。翌日、彼は無事にインチョン国際空港に到着し、韓国の空港の整然とした美しさに再び心を動かされました。ソウルへと向かう彼の心は新たな発見への期待でいっぱいでした。夕方にソウルに到着し、ホテルでのチェックインを済ませた後、ヘンリーは事前に予約しておいた飲食店での夕食に向かいます。彼の歩む道中、ソウルの街の印象は北京とは異なり、高層ビルが少なく、目につくのは道端にあふれるゴミの多さでした。しかし、彼がその夜経験することになったのは、
単なる文化の違い以上のことでした。日が沈み、周囲が暗くなる中、彼は街灯が一切ない道に迷い込んでしまいました。地図アプリを慌てて確認したところ、彼は道を間違えていたことに気づきました。都市内でも街灯が整備されている場所とそうでない場所の違いは明らかで、彼はこの差に大きな驚きを感じました。迷い込んだ路地裏はゴミがさらに多く、強烈な匂いが漂っていたため、ヘンリーはすぐに元来た道を戻りました。飲食店にたどり着いた彼がそこで店主に先ほどの体験を話すと、彼が迷い込んだ路地裏が柄の悪い若者たちが集まる場所であることを知らされます。夜の散歩を断念し、韓国での活動を翌日に延期する決心をしたヘンリーは、夜間の外出の際には警戒が必要だと感じました。暗い路地裏の安全性に関する懸念は韓国でも存在し、彼は夜に出歩くリスクを避けることにしました。夜間の外出はリスクを伴うと改めて認識し、韓国での情報収集活動を明日に延ばすことに決めた、とヘンリーは述べています。翌日、彼は韓国の象徴的な観光地であるキョンボックンへと足を運びました。キョンボックンは朝鮮最後の統一王朝李氏朝鮮時代の将軍として1395年から利用され、歴史的な変遷を経て大火や紛争による焼失後に国王の父によって再建されたものの、王のロシアへの逃亡と1910年の韓国併合条約により王宮としての役割を終えました。1990年から始まった復元事業により、現在もキョンボックンは復元が進められており、王室文化を紹介する博物館や韓服レンタル店が敷地内外に並び、観光客に人気のスポットとなっています。そこを訪れたヘンリーは一度ホテルに戻り、これまでに感じたことを整理する時間を持ちました。中国と韓国を訪れ、彼が最も感じたのは地域間の格差の存在でした。中国では経済の急速な発展に伴い、多くの人々が取り残されているように見えた。宇宙からの写真で見た明暗の差は、経済的な波に乗り遅れた人々の存在を際立たせているかのようだ。地域の発展度だけでなく、犯罪に遭遇するリスクも深刻な問題だ。私が無事だったのは幸運だっただけだ。一方、韓国は暗い場所があるものの、中国ほどの貧富の差は感じられなかった。宇宙からの写真でも韓国は比較的に明るく写っており、格差はそれほど大きくないものの、豊かさが全ての人々に行き渡っていないように思われる、と彼は考えをまとめました。その後、ヘンリーは観光と食事を兼ねて韓国最大の総合市場であるナンデムンシジャン市場へと出かけました。日用品、医療品、民芸品、土産物、輸入品、贈答品など、ありとあらゆる商品が集まるこの市場は、韓国の文化と活気を感じることができる場所です。ナンデムンシジャン市場では多彩な販売店とともに豊富な種類の屋台も設置されており、訪れる人々は韓国料理やさまざまな軽食を楽しむことができます。これが韓国の地元住民はもちろん、海外からの観光客にも非常に魅力的なスポットとして人気を博している理由です。ヘンリーはナンデムンシジャン市場での体験について次のように振り返っています。確かにナンデムンシジャン市場は人々でごった返しており、移動するのが一苦労だった。しかし、そのにぎわいの中でのショッピングはとても楽しい体験だった。ただ唯一気になったのは、やはり場所が人であふれかえるとどうしてもゴミの量が目立ってしまうことだ。人が集まる場所特有の現象かもしれないが、と述べています。その後、韓国での日々を終え、ヘンリーは次の目的地として日本へと向かい、羽田空港に降り立ちました。彼が最初に訪れたのは東京駅で、その都会的な景観とレトロな駅舎のハーモニーに初めはどう感じるか不安でしたが、実際にその場に立つと違和感は全くなく、逆にその美しさに感動を覚えました。そしてヘンリーが特に驚いたのは、街中にゴミが一切落ちていないことでした。空港や駅が清潔に保たれているのは当然としても、東京駅の外でも街中でもほとんどゴミを見かけなかったことには本当に感動した。以前訪れた他の国々では、人が多く集まる場所には必ずと言っていいほどゴミが見られたから、と彼は興奮を隠せずに語っています。
東京駅の外観やその美しい天井画を写真に収めた後、ヘンリーは昼食を取るためにお寿司屋さんへと向かいました。彼が選んだのは回転寿司ではなく、板前が目の前で握ってくれる本格的なお寿司屋さんです。最初は本場の寿司屋は高価だろうと思っていたが、ランチタイムならば意外と手頃な価格で味わえることを知り、大胆にも予約を入れてみたんだ。どうしても本場のお寿司を体験したかったからね。確かにその価格は中国での宿泊費よりもはるかに高かったけれど、実際にその寿司を口にした瞬間、その価格に見合うだけの価値があることを痛感した。素材の新鮮さとその質の高さは、確かな品質管理と高度な運送技術なしには実現不可能だろう。こんなにも新鮮で、そして美味しい寿司を味わえるのなら、価格が高くても納得できると食後の感想を述べています。お寿司を堪能した後、ヘンリーは次なる目的地浅草寺へと足を運びました。平日の夕暮れ時にもかかわらず、多くの人々でにぎわう浅草寺の光景に彼は改めて驚きました。巨大な提灯をくぐり抜け、誘惑に満ちたお土産屋や駄菓子屋を目にしても、彼はまずお参りを優先しました。お参りを終えた後、仲見世通りへ進んだヘンリーは、 YouTube で見た過去の浅草寺の初詣の様子とは異なり、実際には人々が密集していても十分な明かりがあり、安全に参拝できることを実感した。仲見世の各店の電灯が光を放ち、その明るさが通り全体を照らしているので、どこを歩いても明るく、とても歩きやすかったと感銘を受けた様子で話しています。ヘンリーは初詣のような混雑を案じていましたが、実際に浅草寺を訪れてみると、予想していたほどの困難さはないかもしれないと感じていました。もしかしたら初詣も思っていたよりもずっとスムーズに行えるのではないかと彼は考えを改めました。そんな彼が土産探しや食べ歩きに熱中しているうちに、あっという間に夕食の時間が訪れてしまいました。彼がこの日の夕食に選んだのはある蕎麦屋で、この店は少し隠れた場所にあるため、本来ならば浅草寺での散策をもう少し早めに終える計画でした。しかし浅草寺の圧倒的な魅力に抗うことができず、ヘンリーは予定よりも長くその場に泊まってしまいました。日が完全に沈み、夜が訪れていたものの、彼が目指す蕎麦屋までの距離はタクシーを利用するほどではなく、また道が完全に真っ暗で歩けないわけでもありませんでした。そこで彼はスマートフォンのライト機能を利用して目的地の蕎麦屋へと歩いて向かうことにしました。これまで訪れた様々な国での経験からは、夜道を歩く際にはある程度の不安を感じるものですが、実際に東京の街を歩き始めると、その不安は徐々に消えていきました。周囲には至る所に街灯が設置されており、結局スマートフォンのライトを使う必要性は全く感じなかった。浅草寺周辺が観光地として特別に明るく照らされているのは理解できるが、一般的な道でも街灯がしっかりと整備されていることには正直驚かされた。これなら犯罪を防ぐ効果も期待できるし、観光客でも夜道を安心して歩けることだろうとヘンリーは感心しました。日本では夜間でも多くの人が安全に外出できる環境が整えられており、24時間営業のコンビニエンスストアや飲食店が至るところに存在します。ヘンリーがこれまでに目にしてきた外国の状況と比較すると、飲食店でお酒を楽しんだ後にほろ酔い気分で夜の街を歩き家に帰るという光景が、治安の良好な日本では当たり前のように実現しているのです。宇宙から撮影されたひときわ明るく輝く日本の夜景の写真を見て、日本を実際に訪れたヘンリーは、宇宙から見えるあの多くの光が国民の安全を守るために存在するのだと気づかされた。街灯がこんなにも多いということは、それだけの電力供給能力があり経済的にも豊かであることの証だ。日本の経済発展は確かに戦後アメリカの支援が影響している面もあるだろう。しかし街中の清潔さや人々の公共の場に対する思いやりのある行動を見ても明らかなように、日本人の努力と配慮が国を発展させてきたのだと感じると述べ、その感動を述べました。その後ヘンリーは予定していた蕎麦屋で日本ならではの味わい深い蕎麦を心ゆくまで堪能し、その日の夜はホテルへと戻りました。そして
彼はこの旅の経験を生かしてすぐに卒業論文の執筆に取り掛かるのでした。この物語は宇宙から撮影された一枚の夜景写真がきっかけで、一人の学生がアジアのさまざまな国々を実際に足を運び、文化や生活の違いを肌で感じた旅の記録です。異なる視点から物事を眺めることで予想外の発見があることがよくあります。ヘンリーの旅の体験はその素晴らしい事例として挙げられるでしょう。この話に触れ感銘を受けた世界各国からの声をいくつか紹介します。私の住む国では夜に外を歩くなど考えられない。これが可能なのは日本の治安が非常に良いからに他ならない。日本を訪れると街中に街灯が多く設置されているおかげで夜間でも安心して散歩することができ、大変楽しい体験ができる。戦後の荒廃から立ち直り、今や世界屈指の経済大国へと成長を遂げた日本の復興ぶりは本当に驚異的だ。街中にゴミが散見されるか否かはその国の文化や環境意識に大きく影響する。日本のように清潔な公共空間を維持する努力は私たちも見習うべきだろう。日本の夜が明るいことには気づいていたが、宇宙から見てもこれほどまでに輝いているとは思わなかった。国の経済状態を光の明るさやその量で推し量ることができるなんて興味深い考え方だと思う。観光客が安全に楽しめる環境が整っていることはその国の国民が平和で安定した生活を送っている証拠でもあります。日本の文化と生活様式は外国人にとって興味深いテーマです。この興味を背景にイタリアの著名なテレビ局によって放送されたあるドキュメンタリー番組が日本の田舎暮らしを取り上げ、イタリア全土から大きな注目を集めました。一般に多くのイタリア人が持つ日本に関するイメージは高層ビルが密集し科学技術の最前線の国というものです。エアコン完備の快適なマンションや至る所にあるコンビニエンスストアなど、都会に住む日本人が享受する便利さと快適さが強調されがちです。しかしこの番組はそうした都会的な生活から一線を画し、自然豊かな田舎へと移住する人々や昔ながらの田舎生活を守り続ける人々に焦点を当てています。ではなぜ日本の田舎生活がイタリア全土で反響を呼んだのでしょうか。詳細を探るためにその内容を深掘りしてみましょう。ぜひ最後までご覧ください。イタリアのテレビ界で期待の新星と目されるプロデューサーカルーソは、都会から田舎へ移住する家族の様子を捉えた YouTube 動画を発見し、次回の月刊ドキュメンタリー番組の題材としてふさわしいと考えました。彼が持つ日本に対するイメージは藤山、芸者、侍などのステレオタイプではなく、 GDP 世界第4位の経済大国であり、イタリアと多くの共通点を持つというものでした。面積がほぼ同じで南北に長い国土を持つ日本とイタリアは、四季の変化がもたらす旬の食材や独自の食文化を有する点でも共通しています。また日本の伝統工芸品が世界に認められている一方で、イタリアにも高品質なジュエリーや靴、バッグを生み出す職人技に支えられた世界的ブランドが存在しています。メイドインイタリアやメイドインジャパンの名を聞くだけでその品質の高さが保証されるかのようです。取材クルー4人は羽田空港に到着し、企画会社の須藤氏の案内で早速取材地へ向かいました。目指すは東京から車で4時間、いくつかの峠を抜けた先にある山々に囲まれた田舎町です。しかしこの地は決して過疎地というわけではなく、最寄りの都市までバスで40分の距離にあります。田園風景と深い森が美しく、カメラマンはすでに番組のオープニングシーンを構想している様子でした。須藤氏はカルーソのリクエストに応じて事前に適切な村を選定し、村役場に取材の承諾を得ておいてくれました。日本の田舎生活の魅力とそれを選ぶ人々の生き方に焦点を当て、多くの視聴者に新たな視点を提供したこの番組は、両国間の理解を深める貴重な機会となりました。取材チームは初日、
まず村長宅を挨拶に訪れました。村長は好意を示し、役場の人々を招待してインタビューを行うことを提案しましたが、カルーソはより自然な環境での対話を希望し、礼儀正しくその申し出を断りました。日が暮れる中、一行は急いで村長の家へ向かいました。人口約800人のこの山村にはホテルがないため、須藤氏が宿泊のために予約していたのは村長の広大な屋敷でした。そこは村長の先祖が代々名主を務めてきた家で、過去の面影を色濃く残していますが、村長自身はその広さが冬場の寒さを増す一因と感じているようでした。総勢5人の男性チームに対し、村長は一人一部屋を利用しても良いと言いましたが、一部屋が広すぎるため最終的には2部屋のみを使用することにしました。村長の家族構成は奥様と2人で暮らしており、3人の息子たちはすでに東京や名古屋で家庭を持ち、めったに顔を見せないとのことでした。それでもお盆や正月には誰かが帰省すると言います。村長はその話をする際、少し寂しげな表情を見せつつも、都会での生活に慣れればそれが普通だと受け入れているようでした。村長も奥様も70歳を超えており、夕食の準備を一人でできるのか心配になりましたが、近所の3人のおばあさんが手伝いに来てくれていました。このように何かあるたびに互いに助け合うのがこの村の温かい文化だと村長は教えてくれました。夕食には田舎の野菜煮込みや驚くほど豊富なマグロの刺身や焼肉が並びました。須藤氏が驚くと村長は笑いながら、車で30分走ればスーパーがある、毎日山菜だけを食べているわけではないよと話していました。翌朝、外国人のゲストを考慮してピザやトースト、サラダ、目玉焼き、ジュースなどのメニューが用意されました。食事の後、コーヒーを楽しんでいる時にカメラマンが観察したことを共有しました。イタリアの田舎とは異なり、日本では家々が主に木造で建てられている点が大きな違いですね。イタリアの家は石造りなので。カルーソにとってもこの木造建築は初めての体験であり、強く印象を受けました。地中海気候のイタリアでは夏場の熱を和らげるために熱を伝えにくい石材を使用し、白く塗装してさらに熱を反射させるのが一般的です。そのため窓は比較的小さく設計され、日差しを遮ります。一方で木材豊富な日本では、1300年も前に建てられた寺院や五重塔が今もなお地震に耐えて残っているのは、木材の使い方次第で非常に高い強度を実現できるためです。そして湿気に強い設計にはただ簡単の声を上げるばかりでした。朝に撮影隊が道を歩いて森へと向かっていると、向こうから一人のおばあさんが歩いてきましたが、外国人の一団を見ても特に驚く様子はありませんでした。その理由は、数日前に村長が回覧板を使って村民全員に外国人の撮影隊が訪れることを通知していたからです。回覧板は古くからの伝統的な情報共有の手段で、現代のデジタルグループメッセージングを紙で行うようなものです。撮影は主にインタビュー中心で、テレビ放送のためには映像が不可欠です。おばあさんはカメラに向かって堂々としており、須藤氏を通じてカルーソからの質問に自然体で答えていました。彼女は少し腰が曲がっていましたが、言葉ははっきりとしていました。88歳で村長と同様に子供たちは家を出てほとんど戻ってこないと言いますが、それを悲しむ様子はありませんでした。毎日どのように過ごされていますかという質問は、場合によっては失礼にあたる可能性がありますが、おばあさんは動じることなく、畑の世話をしています。キュウリやナスなど自分の分だけ収穫できれば十分です。食べきれない分は近所に配っていますと答えました。一人で寂しくはありませんかとの問いに対しては、息子たちも何十年も会っていないと、もう他人と変わりません。息子の嫁なんて最初から他人ですから、一人暮らしは何の気兼ねもありませんよと淡々と語りました。その口ぶりからは状況を受け入れる強さと自立性が感じられました。しかし
一人暮らしで倒れた時の不安はないですか？隣に住むおじいさんが毎朝体操をしていて、まるで鶏のようにうるさいんだから、私が怒鳴りつけなければ異変に気づくのではないかしら、と心配をよそに明るく答えました。朝の早い体操で近隣を起こすおじいさんの話にカルーソは感心しながら言います。なるほど、互いが互いの安全を確認するシステムになっているわけですね。お互いを小言でいじりつつも助け合う様子は本当に微笑ましいですね。このままずっとおじいさんに鶏のように朝を告げ続けてほしいものです。その時、おばあさんが指を指した方向にこちらに向かって歩いてくるおじいさんが見えます。皆さんを歓迎しようと芋を掘ってきましたよ、と言いながら、おじいさんは手際よく枯葉を集め、火を起こして芋を焼き始めました。村長から聞いたんだ、何人かの進駐軍が話を聞きに来るってね。須藤氏がイタリア人ですと訂正すると、おじいさんはそれなら味方だと嬉しそうに笑いました。その後、意気込んで今度は一緒に勝とうといったような戦時中を思わせる発言をしました。おじいさんの心はまだ80年前に止まっている。これはオンエアできないな、とカルーソは考えてしまいます。朝早くから体操をするそうですね、と言うと、隣のおばあさんから聞いたのかな、雨が降っていなければ体操をしていない時は倒れたと思ってもらえってことさ、おばあさんはそんなことしかできないからね、と互いに小言を言いながらも高齢者同士が支え合っている様子がうかがえます。一人では寂しくないですか、とカルーソが再び尋ねると、朝は鳥の声と日の光で目が覚め、昼間は畑仕事があります、夜は虫の声を聞きながらお風呂に入り、その後はいっぱい飲んでから寝ます。都会とは違い空気が澄んでいますから星がよく見えるんです。焼き芋の様子を見ていたおじいさんが振り向き、不便だと感じませんか、とカルーソが尋ねると、もう90近くになり一人でできないことも増えましたが、みんなで協力し合って何とかしていますよ、と答えました。こちらでは若者が少なく、まさに典型的な田舎生活かもしれないとカルーソは感じました。彼は村長が以前に30分も車を走らせればスーパーがあると言っていたことを思い出し、村長にとってはそれが全く不便ではないようだが、都会から来た5人の取材クルーにとっては考えられない距離でした。当初カルーソは田舎生活の不便さを独自の見解で捉えて取材を開始しました。しかし村長やその他の高齢者を観察しているうちに、不便さを測る基準は単純に距離や時間だけではないという新たな考えに至りました。確かに都会では数分歩けば様々なものが手に入り、オンラインでの注文も可能で、わずか数日で届く便利さに慣れてしまうと、それが普通の生活となってしまいます。カルーソは田舎の人々がそんな便利さを知らないから不便さを感じていないのかもしれないと思いました。そんな疑問を村長に投げかけると、村長は笑って答えました。田舎だって隔絶された秘境ではありません。インターネットもつながりますし、宅配業者も来ます。都会であれば1日で手に入るものが、ここでは3日かかるだけです。カルーソは村長の説明に納得はしたものの、それでもやはり時間が3倍かかるのは不便だと感じました。そこで村長の孫である男子高校生に、今幸せですか、と直接尋ねました。少し考えた後の高校生の回答は、ニュースで見る世界中の悲惨な状況を見て、僕はそのような不幸からは遠く離れているので幸せだと思います、と非常に落ち着いた回答でした。そして地域に同年代の友人が少ないことや都会の高校生活について尋ねたところ、同じ高校生も村にはいますよ、ただ子供の頃のように山で遊ぶ年齢ではなくなりましたが、学校で話すことはできます、と答えました。都会の学校生活が楽しそうに見える一方で多くの制約が伴うと感じています。都会の生活は自由を愛する私には合わないようです。自然と共に生き、束縛されることのない生活を楽しむのが田舎で育った私のスタイルです。この思いを抱くこの少年が本当に心からそう信じているのか、カルーソはさらに掘り下げるために質問を続けました。具体的にどのような制約があると感じていますか、
と尋ねると、少年は競争や受験勉強のプレッシャーですねと答えました。彼は高い収入が幸せを保証するとは思っていないようで、大学入試や就職活動に費やされる時間とエネルギーについて、それによって何が失われるのかをカルーソに問い直しました。この村では収入の多さや働き盛りの人口の少なさが幸せの基準にはならないようです。しかし将来を見据えた時、この少年が後悔することはないのでしょうか。未来のことは誰にも分かりませんが、この村で暮らす人々が不幸に見えましたか。たとえ収入が少なく生活が不便だとしても不幸だとは感じませんと少年は答えました。高校生だがしっかりと自分の意見を持っているね。でも若いうちの決断は変えるのが難しいものです。田舎での育ちを後悔しないことを願っています、とカルーソは反応しました。続いて中学1年生の女の子にもインタビューを行いました。彼女は渋谷や原宿に行ってみたいし、都会では遊ぶ場所がたくさんあるので、いつかは都会で生活することが夢です。ここでは就職先も限られてしまいますから、と答えました。この女の子を最初にインタビューしていたら計画通りの撮影が可能だったかもしれませんが、カルーソは納得することができませんでした。彼女が村で過ごす時間が長くなるほど人生の選択肢が狭まってしまうことが心配です。午後は東京から移住してきた家族に話を聞く予定になっていました。家族構成は両親と5歳の子供1人の3人で、父親がコンサルタント、母親が女性向けのコラムニストとして活動しており、仕事はインターネットがあればどこでも可能なため田舎での生活を選択しました。子供が喘息を持っているため、より良い空気の中で健康に育てたいという願いから移住を決意しました。若さと情熱を背景にこの大きな変化を恐れずに受け入れた様子でした。この家族はこれまでは情報収集にはインターネットを駆使していましたが、田舎では美味しいお店やお買い物の情報を地元の人の口コミに頼ることが多くなりました。仕事は家で完結するものの、外出する機会が増え、地域社会にも少しずつ馴染んできたと話しました。5歳の子供にとっては教育の選択がこれからの大きな課題となるでしょう。一方で取材したもう一つの家族は小学6年生の双子を持ち、3年後の高校進学に頭を悩ませています。移住して5年が経ち、地域での生活にも慣れてきましたが、近くの中学校が閉校することになり、より遠い学校への統合が検討されていると知り、交通手段や塾への通いづらさに不安を感じています。撮影当日は天気も良かったので田舎の風景や地域住民の日常を捉えることができ、東京での取材もスムーズに進みました。番組は都会と田舎の生活の対比をテーマにしており、都会から見た田舎のイメージに新たな視点を加えようとカルーソは考えていました。特に都会と田舎で育つ子どもたちの教育に関する悩みに焦点を当てることになりました。都会では教育機会が豊富で選択肢が多い一方で、競争が激しく教育費も高額になること、田舎では教育環境に限りがあるものの、競争が少ない分自然の中で体を動かす機会が多いことなど、育成環境の違いに注目しました。田舎の自然豊かな環境では体を動かす遊びが健康に良いとされています。世界38カ国40万人の子どもを対象にした調査によると、田舎で育った子どもは都会で育った子どもと比べて空間認識能力が高いという結果が出ています。これは複雑な地形の中で遊び、地形を脳で処理する能力が育つためです。都会の子供はこのような能力を育む機会が少ないとされています。犬が知らない土地から家に戻れるように、田舎育ちの子供は空間認識能力が高いが、都会育ちの子供は迷子になりやすいとのことです。この内容が放送された時、特に村長の孫が話題となりました。彼の発言は現代の若者にとって時間や環境の価値、さらには自分の存在意義を問うものとして反響を呼びました。この番組は田舎生活の価値を描き出すとともに、都会に憧れるイタリアの若者に影響を与えました。
京都の古き良き町並みに佇む国際色豊かなゲストハウス。この地は世界各国から集まった学生たちが学問の探求を目的に訪れる場所です。彼らは多種多様な書籍や写真、資料に囲まれながら知識の海に没頭しています。しかし学びの道は決して平坦ではなく、時には複雑で解明困難なテーマに直面し、深い思索にふけることも少なくありません。そんな彼らを見守る指導教授もまた学問の壁にぶつかり、解決策を模索しているようです。そんな熱気に満ちた空間に突如として現れたのは、一風変わった楽器を手にした中年の日本人男性。彼が奏でる不思議な旋律はたちまちにして周囲の空気を一変させました。音楽の力に引き込まれた外国人学生も指導教授も演奏に魅了され、次第にその表情は驚きから感動の色へと移り変わっていきました。このゲストハウスで起きた奇跡のような出来事、それは一体何だったのでしょうか。後半ではこの珍しい体験に対する世界各地からの反応をご紹介します。早速一緒に見ていきましょう。イギリスの名門大学の古い石造りの講堂で歴史学を専攻するマイクは、この物語の熱心な主人公です。彼は特にイギリスの歴史に情熱を注ぎ、その複雑な網の目を解き明かすことに挑戦しています。彼の目は常に輝き、手には古い地図や文献が絶えず握られています。しかし現代の学問の世界では、イギリスの歴史だけを追求するだけでは不十分です。グローバルな視点から歴史を捉え、西洋史全般にわたる深い理解が求められています。そのためマイクは西洋史のさまざまな時代と地域についての知識を広げることに努めています。しかしこの分野は競争が激しく、イギリスの歴史だけでなく西洋史全般に精通した研究者が多数存在します。彼らと肩を並べるためには他の文化や時代にも目を向ける必要があります。このことを理解している教授は、学生たちがより幅広い知識を身につけることを望み、東アジアの歴史にも関心を持つようにとアジア訪問を奨励しました。大学側は、マイクが所属する学科の学生たちにアジアへの研究旅行の機会を提供しました。予想を超える数の学生が、このプログラムに参加を希望し、特に日本への関心が高まっていることが、その理由の一つでした。出発が近づくにつれ、学生たちは講堂に集まり、アジア訪問の目的、持ち物、現地でのスケジュールについての説明を受けました。多くの学生が期待していたよりもタイトなスケジュールに、いくらかの失望の声が上がりました。特に、日本到着後に東京ではなく、歴史的遺跡が豊富な京都を訪れると聞いた時には、多くの学生が驚きを隠せませんでした。彼らの中には、京都の古い神社や庭園を想像しながらワクワクしている者もいました。マイクたちの旅は中国を経由し、日本の美しい風景を堪能した後、イギリスへと戻るという充実したスケジュールでした。彼らが最初に足を踏み入れたのは中国の活気ある天津国際空港。天津はその規模で知られていますが、学生たちは天津の中心部を訪れることなく、歴史ある上州へと向かいました。上州では古代からの遺物や建築物が今にも語りかけてくるかのように残されており、東アジアの歴史についての理解を深める貴重な時間を過ごしました。しかし歴史に興味を持つ学生たちであっても、東洋の歴史をめぐるツアーだけでは刺激が足りないものです。マイク自身、この旅行には教育的な目的で参加していたものの、時には退屈を感じていたと述べています。特にどこへ行っても耳をつんざくような騒音やゴミであふれかえる街並みが、新しい歴史の発見への意欲を削いでいました。彼らが訪れた古代の遺跡や歴史的な建造物は圧倒的な美しさでしたが、それを取り巻く現代の喧騒が過去への思いを遮ってしまうのです。宿泊施設での夜もその雰囲気は変わりませんでした。マイクたちは友人たちと共に笑い声を交えながら夜更けまで語り合いました。しかし、イギリスとの時差による睡眠不足に悩む学生たちの会話が、近隣住民からの苦情を招いてしまったのです。
初めての海外旅行で高揚していた彼らにとって騒音に関する苦情はある程度予想していたものの、室内での会話が外部に漏れることには疑問を感じていました。なぜならその宿泊施設には彼ら以外の宿泊客はおらず、静かなはずの環境だったからです。宿泊施設の壁は厚く、通常は音が外に漏れることはないとされていました。教授はこのような状況は不便ではあるものの、異国の地でその国の規則に従うことが重要だと説明しました。教授の言葉を受けて宿泊施設にいた学生たちは静かに横になり、夜を過ごすことにしました。しかし息苦しさを感じたマイクは友人と共に夜の街を散策するために外に出たのです。近くのコンビニで軽食を買い、夜景を楽しみながら帰路に着こうとしたその時、彼らは信じられない光景に遭遇しました。宿泊施設の前には多くの住民と共に中国の警察が集まり、大声で話し合っていたのです。何が起こったのか、その理由を知るために彼らは足を止め、注意深く周囲を観察しました。マイクと彼の仲間たちは夜の街の喧騒を背にしながら宿泊施設へと足を進めました。彼らの周りでは地元の人々が夕食の準備をしたり、子供たちが遊んだりしていましたが、マイクたちは静かに通り過ぎるよう努めました。その時、突如として彼らは周囲の視線を一身に受けることになり、空気が一変しました。何が起こったのか理解できず、不安を抱えつつも、彼らは誰の目も直視せずに宿泊施設の扉を押し開けました。中は以前に訪れた時よりもずっと静かで、これが近隣住民からの苦情によるものかと感じました。実はマイクが外出している間に中国の警察と先の住民たちが再び訪れ、法的措置を取ると警告し、教授に損害賠償を要求していたのです。そのため深夜には大きな騒動が起こっていました。学生たちの中には中国語を話せる者がおらず、通訳が到着するまでの間、一時的に事態は収束していました。騒音に関する最初の苦情を受けた後、学生たちは教授の指示に従いすぐに静かになりました。しかし住民たちがなぜ再び訪れそのような要求をするのか、マイクたちは理解に苦しんでいました。結局教授はその夜、中国の警察と地元住民の要請に応じて近くの警察署へと向かったようです。翌日教授から事の顛末を聞いたところ、その内容は驚くべきものでした。中国の住宅は防音性に欠け、海外からの観光団体が訪れるたびにその騒音に住民たちは頭を悩ませていたのです。住民たちは何度も警告を発していましたが、時差の影響などで観光客たちはなかなか静かにならず、しばしば抗議を受けていました。そのため最近では警察が同行し、法的措置を通じた警告を事前に行うようになっていたのです。教授は騒音に関する苦情を受けた直後に学生たちを注意し、その後は静かになっていたと主張しました。しかし中国の警察は住民の証言をもとに罰金を科そうとしました。さらに警察と周辺住民はヨーロッパから来た人々を蔑むような目で見ていたとのことです。この一件により教授は中国に対して大きな失望感を抱いたと述べています。ヨーロッパの多くの都市では宿泊施設や商業施設が集まるエリアと住宅地がはっきりと分けられていることが一般的です。しかし中国を訪れた多くの旅行者が驚くのは、地元の人々が暮らす家々が宿泊施設のすぐそばにあることです。石畳の小道を散策していると、現地の人々の日常の生活空間であるにもかかわらず、多くの建物の入り口にはホテルという看板が掲げられているのを目にします。実は中国のこの地域の住民の中には、自宅を不法に増築や改造を施し観光客向けの宿泊施設として運営しているケースが少なくありません。夜遅くまで騒ぐ観光客も問題ですが、住宅地のど真ん中にルールを無視して宿泊施設を設ける構造的な問題も見逃せません。さらに中国では外国人に対する排他的な雰囲気が感じられることも外国人観光客にとって不快な点の一つです。その結果
中国では声を上げることなく静かに過ごすしかありませんでした。そして数日後、次の目的地である日本へと旅立ちました。日本に到着しても東京のような大都市を訪れることはなく、歴史的な史跡が多い都市へと向かうことになりました。中国での経験もあり、初めてのアジアの文化や雰囲気に触れることができたのは良い経験でしたが、学生たちは中国と同じアジアの国である日本も似たような文化や雰囲気で退屈するのではないかと懸念していました。マイクたち一行は大阪国際空港を経由して日本の地を踏み、快適なバスに乗り換えてこと京都へと向かいました。京都に足を踏み入れた瞬間、彼らは中国の旅とは一線を画す心躍るような体験をすることができました。中国の旅では史跡巡りをしても周囲はしばしば不機嫌な表情を浮かべる人々であふれていましたが、日本では全く異なる光景に出会いました。日本人は明るく楽しげに会話を交わし、自由気ままに旅を満喫している様子が印象的でした。歴史を感じさせる遺跡であっても、それは訪れる人々にとっては楽しい観光地なのです。中国ではまるで喧嘩をしているかのような大声が飛び交っていましたが、日本ではそんなことはありませんでした。さらに京都が放つ独特の雰囲気は訪れるものを魅了します。中国の上州にも都市の中に点在する史跡はありましたが、京都はまるで時間を超えて数百年前の都市が今も生き続けているかのような歴史的な息吹を感じさせる場所でした。高層ビルの影もなく、古き良き日本の伝統を色濃く残す建築様式の建物が並び、かつての都の風情を色濃く残しています。石畳の小道、手入れの行き届いた庭園、そして木々の間から覗く精緻な木造建築は訪れる人々にとって大きな魅力となっていました。そんな美しい場所で訪問者は自由に笑い、歓声を上げながら観光を楽しんでおり、場の雰囲気は一層盛り上がっていました。学生たちは中国からの開放感が最高と喜びを爆発させています。それほどまでに日本は自由で開放的な雰囲気に満ちていました。そして中国での経験を踏まえ、マイクたちは日本でも宿泊施設を貸し切ることにしました。その宿はまるでアットホームなゲストハウスのようでしたが、オーナーが同居しており、マイクたちは最初は部屋で騒ぐことを控え、オーナーが中国人のように怒るか警察を呼ぶのではないかと心配していました。しかしその中年の日本人オーナーは若者たちが静かにしている理由を尋ね、部屋の奥から見たこともない楽器を取り出しました。そして彼はマイクたちの前に座り、心温まる音色で楽器を奏で始めました。彼の演奏はまるで春の訪れを告げる風のように、部屋中に穏やかで温かな気持ちを運んできました。初めてその楽器を目にした時、マイクはそれがただの巨大な丸太に何本ものゴム紐が張られているように見えました。その不思議な楽器がどのようにして音を奏でるのか、マイクには想像もつかなかったのです。しかし、その楽器の日本人オーナーが演奏を始めると、周囲にいた外国人たちは一様に驚愕の表情を浮かべ、互いの顔を見合わせるのでした。彼は外国人たちの驚きの反応を見て、優しい微笑みを浮かべながら、世界中の人々が一度は耳にしたことのある国籍を超えて愛される名曲を奏で始めました。それは以前に聞いたことのあるバイオリンやチェロの音色とは一線を画し、どこか懐かしくも新鮮な日本の情緒を感じさせる音楽へと生まれ変わっていたのです。彼の演奏はマイケル・ジャクソンのヒット曲から始まり、現在流行中の J-POP、 さらにはイギリスのポップソングに至るまで幅広いジャンルの音楽をカバーしていきました。オーナーはこの楽器が琴と呼ばれる日本の伝統楽器であることを説明し、マイクたちはその日本人のおじさんが奏でる琴の音色に心を奪われ、1時間以上もその場の雰囲気に浸りながら楽しんだのでした。そして日本で過ごした時間の中でもう一つ大変驚かされたのは、周囲が騒がしいと不満を言う地元の人を一人も見かけなかったという事実です。その理由は明らかでした。マイクたちが宿泊した施設は地元の住宅地からかなり離れた静かな場所に位置しており、中国の建築物と比較しても
その防音設備の質が格段に高いレベルにあったのです。そんな風にして彼らは楽しい時間を過ごし、日本での初日を充実したものにしました。翌日からはマイクたちと共に日本の歴史ある遺跡を訪れることになり、その美しさにただただ魅了されながら楽しく時間を過ごしました。その過程で多くの見知らぬ日本人と会話を交わす機会もあり、彼らの温かい雰囲気は中国のそれとは一線を画していました。地元の人々はマイクたちに興味を持ち、出身地を訪ねる人も少なくありませんでした。また道案内をしてくれたり、近くのおすすめのレストランを教えてくれたりと、どこに行っても彼らの思いやりと親切に触れることができました。もしマイクと彼の仲間たちが彼らの旅行の出発地として中国ではなく日本を選んでいたら、彼らはもっと心からの喜びを感じることができたでしょうし、不快な体験に遭遇する可能性も低かったでしょう。中国での文化的な隔たりに直面し、アジア全体に対して苛立ちを感じていたマイクにとって、日本での体験は一転して全てが新鮮で魅力的なものでした。日本社会では他者への思いやりが重んじられますが、それは自己を犠牲にすることではなく、共生の精神を育む美徳として高く評価されています。学生たちの熱望に応えて、当初の計画にはなかったものの、京都の近郊にある大都市大阪への訪問が実現しました。マイクを含む学生たちは、高層ビルが立ち並び観光客であふれる大阪の海岸線に立ち、その光景に圧倒されました。かつてマイクはヨーロッパの海岸線が世界で最も美しいと確信していましたが、今では大阪の海岸の壮大な美しさが彼の心に新たな頂点を築きました。広々とした白浜とその背後にそびえる高層ビル群は、日本の経済力を象徴するものとして見る者に強い印象を与えます。マイクは他の学生たちと同様に、都市の活気と人々の温かさに心を奪われました。夜が訪れると、明石海峡大橋を背景にした海岸で日本の若者たちとの交流を深め、地元の居酒屋で日本人との温かい会話を楽しむことができました。これらの体験は彼らにとって忘れがたい思い出となり、日本の文化と人々の温かさを身近に感じることができる貴重な機会でした。中国の若者たちの間で見られる熱狂的な愛国心は、彼らが自国を世界で最も優れていると信じる強い情熱の表れです。彼らは自国の文化と価値観に深い誇りを持ち、その情熱を公然と表現しています。一方、日本の若者たちは異なる文化的背景を持つ人々、特にマイクのような外国人に対して理解と受容の姿勢を示しています。彼らは新しい知識や経験を積極的に受け入れ、それを通じて自らの視野を広げています。この開放的な態度は、日本人の冒険心と自信に富んだ姿勢を反映しており、彼らの親切さと思いやりは交流するすべての人々に心温まる印象を与えます。日本人との交流を深めるにつれて、中国とは異なる日本人の性格や気質、さらには社会全体の雰囲気の違いが明らかになりました。この発見は文化的多様性と国民性の違いを際立たせるものでした。イギリスへの帰国が近づく中で、東京を訪れる機会はありませんでしたが、日本での滞在中にマイクが経験した日本の経済文化、国民意識、そして社会の成熟度は、彼にとって目から鱗の発見でした。これらの経験から、日本が国際社会で重要な役割を担っている理由が理解できました。マイクと彼の友人たちで構成される学生グループは、最近行われた日本と中国への旅行に関して SNS 上で数多くの投稿を行いました。それらの投稿は世界中から注目を集め、多くの反応や意見が寄せられることとなりました。本日はその中でも特に心に残るコメントをいくつかピックアップして紹介したいと思います。中国への訪問が期待外れだったと感じるかもしれませんが、そこで直面した文化的な違いや社会的な振る舞いの際は、非常に有意義な学習の場となったのではないでしょうか。イギリスからの大学生グループは、中国での不運な体験があった一方で、
日本では忘れられない素敵な思い出を作り上げることができたでしょう。次に日本を訪れる機会があれば、東京の多彩な魅力にも触れてみることをお勧めします。このように日本に対する称賛の声が多く聞かれました。しばしばアジア圏外では日本、中国、韓国が一緒くたにされがちですが、これらの国々の国民性の多様性、思いやり深い心遣い、そして衛生的な環境は他の国々とは一線を画す特徴として際立っています。私たち日本人としては今後も世界に誇れる国家としての地位を保ち続けるために、思いやりの精神と温かなおもてなしを大切にし、それを育んでいくことが求められます。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。